柏木由紀、AKB48 最後のステージで涙。私がレジェンドです。最後までファンに感謝伝える。AKB48 の柏木由紀、32が30日、東京、秋葉原の AKB48 劇場で卒業公演を行った。在籍日数は歴代最多の6233日。慣れ親しんだ劇場で仲間とファンに囲まれながら17年以上に及んだ同グループでの活動に終止符を打った。AKB48 として最後のステージは自身のラストシングルにして初単独センター曲カラコンインクで幕開け。ロビーでモニター観覧するファンの姿も多く、超満員の会場で熱い声援と眼差しに包まれた。皆さん、この後持つのかってくらいとんでもない熱量のコールと笑顔。私の17年間が始まった劇場で、最後の日をもう存分楽しみたいと思います。と、意気込んだ。7年4月にデビューし、選抜回数は歴代最多の52回と、長年中心メンバーとして、第一線で活躍。メンバーから、絵とが一周違う、小さい頃見てましたと明かされ、柏木も、行っちゃうよ、私がレジェンドです。と宣言。17年間、32歳までって、この記録は、そうそうとんでもない子が出てこない限り抜かれないかな。暫定レジェンドとして、名前を残せたかな。と笑顔を見せた。アンコールではピンクのドレス姿で登場し、初めてもらったソロ曲、夜風の仕業を歌唱。スピーチでは、こうやって最後に AKB48 に長くいてくれてありがとうって言ってもらって、と涙を浮かべた。アイドル人生、本当に素敵な形で幕を閉じることができました。本当に楽しかった、と伝えた。3月の卒業コンサートでは涙を見せなかったため、私って泣けるんだ、とこぼし、笑いを誘う場面も、悲しい涙じゃなくて本当に楽しかったなって思えたからとにっこり。サプライズで秋元康氏からの手紙が朗読されると、さらに涙を流し、このお手紙も含めて17年間を肯定してもらえた気がしたと語った。ラストはメンバーと共に初日を歌唱し、客席に向かって愛を伝えてくれてありがとう。本当に嬉しいです。ステージを去る最後の最後までファンへの感謝を伝え続けた。たまりしおん。柏木由紀アラカルト。生まれ1991年、タイラーさん7月15日、鹿児島県生まれ。血液型 B。 アイドルファンデビュー前からアイドル好きで、特にモーニング娘。などハロープロジェクトファン。同じ九州出身のハロプロ好き指原莉乃とは当時から知り合い、加入5年に1期生オーディションを受験も途中で断念。6年12月3日に3期生オーディション合格。翌7年4月8日に劇場デビュー。在籍は歴代最多17年と23日、6233日。選抜7年7月、ビンゴで初選抜入り後、歴代最多の52回。うちセンターは2回。14年2月から15年5月に、兼任の NMB48 で2回。15年3月から19年4月に、兼任の NGT48 で4回選抜入り。選抜総選挙9年の第1回から9833343に5位。17、18年は不出馬。ソロ13年2月にショートケーキでソロ歌手デビュー。9年4月から20年3月まで TBSK 昼帯内でお天気コーナー担当。18年、NHK 大河ドラマ、西郷どん出演。20年2月に YouTube チャンネル、ゆきりんワールド開設。
2023年4月、プロデュースするコスメブランド、ユーピンク始動。